有本香里さんが言い訳がましい背筋主義者に痛すぎる一撃。この動画では北海道の鈴木知事が開催した政治資金パーティーで販売されたチケットの数が収容人数の3倍にも上るという問題について、その背景、批判、そしてこれが持つ倫理的、法的問題について深掘りしていきます。あなたは日々のニュースに接して政治に対する不信感を抱いているのではないでしょうか。そして政治家が見せる行動や発言に対してその真意や背後にある動機を疑っていませんか。さらに言うと、政治資金の使い道や政治家たちの倫理観について本当にこれで良いのかと思っているのではないでしょうか。ではこのような状況をどう捉え、どう対応していくべきか、皆さんは考えていますか。結論から言いますと、この問題の核心は政治家の倫理観と公共の利益に対する責任感にあるのです。でも法律にのっとっているから問題ないという主張に納得できますか。実はそうではありません。本当に大切なのは法律を超えた場所にある道徳性と公共の利益を守ることです。もしあなたが、でも法律が許しているのだからと思っているなら、それは大きな誤解です。この動画を見逃すと政治家の倫理観に関する深い理解を得る機会を失います。なので今回は政治家の倫理観と公共の利益を考慮した行動の重要性について徹底解説していきます。この動画を見終わった後には、政治家の行動が公共の利益にどう影響するかが分かり、さらには政治資金の適正な管理と透明性の必要性、そして私たち有権者が政治に何を求めるべきか、これらを全て知ることができます。私自身これらの問題について学んだことで、政治家にとっての責任感と公共の利益を優先する心がけの大切さを改めて認識しました。このように政治家の倫理観と公共の利益を第一に考える心がけ、そして政治資金の透明性を保つことの重要性を理解したい方は、ぜひ最後までご覧ください。北海道の鈴木知事が開催した政治資金パーティーに関して、販売されたパーティー券の数が話題となっています。このパーティーで販売された券の枚数は、2021年に3703枚、翌2022年には3707枚に上り、会場の収容能力約1000人の3倍にも及んでいたことが明らかになりました。これに対し鈴木知事は、政治資金規正法にのっとり適切に開催された、会場のキャパシティを超えることなく法の枠組み内で対応したと述べ、この行為が法的に問題ないことを強調しました。会場の都合でお断りした人はいなかったとも付け加え、実際に参加を希望した人が入れなかったわけではないことも明言しています。しかしながら、このように大量のパーティー券が販売されたことについては、野党から批判の声が上がっています。野党側は、欠席ありきの販売は悪質であり、収容人数を大きく上回る販売は、実質的には寄付金として扱うべきだと主張。政治資金規正法では定員を超えるチケットの販売自体は制限されていないものの、このような大量販売が適切なのかどうかについては社会的な議論が必要であると指摘されています。鈴木知事は法律にのっとった適切な行動を取ったと主張していますが、その適切さについては今後も様々な意見が交わされることになりそうです。これについて有本さんは、これに関しては以前より指摘していたが、皆やっている。主要派閥の政治資金パーティーともなると、会場が満員電車のように混み合っている。確かに法律違反ではないかもしれないが、いかがなものかと感じる。とのことでした。この件について、当チャンネルの解説に松野ひろ子さんに解説していただきます。松野さん、今回、鈴木北海道知事の政治資金パーティーで起こった問題について、収容人数の3倍ものパーティー券が販売されたという点が非常に注目されています。知事は全て法律にのっとって行われたと述べていますが、このような言い訳は本当に妥当なのでしょうか。確かに法律的な枠組み内で行動したという主張は表面的には妥当に聞こえるかもしれません。しかし政治資金パーティーのチケットを収容人数の3倍も販売するという行為は、一般的な感覚から見れば、
かなり異常な状況です。政治資金規正法はこのようなケースに対して具体的な制限を設けていないため、法的には問題ないという主張が成り立つのですが、公の場での信頼性や倫理的な観点から問題があると考えられます。つまり法律にのっとっているというのはある種の言い訳に過ぎないと。その通りです。政治家としての透明性や倫理性は単に法律を遵守すること以上のものを求められます。特に政治資金に関する活動は有権者に対する信頼を築く上で非常に重要です。収容人数を大幅に上回るチケット販売は法律の抜け穴を利用した形式的には違法ではないが、本質的には公共の利益に反する行為と捉えられかねません。法律にのっとった行為であっても、その精神と倫理性を重視することが政治家には求められるというわけですね。はい、政治家は法律だけでなく社会的な責任や倫理観を持って行動することが期待されています。この件においても法的な問題の有無を超えて政治資金の透明性や公正性に関する広い視野での議論が必要でしょう。ありがとうございました。鈴木北海道知事による政治資金パーティーでのチケット販売が波紋を呼んでいます。収容人数の3倍にも及ぶチケットが売られたという事実はただ驚くばかりではありません。これは法律に抵触していないとはいえ深刻な道徳的問題をはらんでいます。政治家としてあるべき倫理観が根底から問われる事態です。私たちは政治家には高い道徳性と公共の利益を第一に考える心が求められると信じています。しかしこの行動はそれらを踏みにじるものです。法律の隙間をくぐり抜け技術的には問題ないと胸を張る、こんなことで本当に良心が痛まないのでしょうか。政治資金規正法が許しているからといってそれが全て許される理由にはなりません。この件はただの数字の問題ではありません。政治家としての責任感、倫理観の欠如を象徴しています。政治への信頼を築くことがいかに重要か今一度深く考えさせられる出来事です。政治家は法律の枠を超えて道徳と倫理に基づいた行動を自らに求めるべきです。政治資金の運用においても透明性と公正性を保つことは必須であり、このような行為は到底許されるべきものではありません。私たち有権者は政治家に対して高い倫理観と道徳性を求めます。法律にのっとったとしてもその背後にある意図や行動が公共の利益や社会的正義に反しているならば断じて容認できません。政治家自身がこのような行動を正当化することは自らの信頼性を失うことに他なりません。政治への信頼回復のためにも政治家は自らの倫理観を見つめ直し真に公共の利益を考える心を持って行動する必要があるのです。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。